家康よ、そちを迎えて当家はますます勢い盛ん、実にめでたいことではあるが、懸念がないこともない。恐れながら、もしや私の範囲をお疑いでしょうか。いな、そちがそこまで愚かでないことは存じておる。世の懸念は瀬名のことよ。息災で暮らしておろうな。はあ、今日も友の者たちを連れ遠乗りに出かけた様子。以前と何ら変わりなく日々奔放に。何も変わりがのうては困るな、家康よ。かわいいかわいい瀬名をそちに託したのは、そちの才を見込んだからこそ。瀬名と共に我が覇道の役に立ってもらわねばならぬ。そのための研鑽を夢怠るでないぞ。はっ、この家康、吉本様のご期待に添えるよう鋭意努力してまいる所存でございます。さすがは吉本殿、これほど茶の湯に精通しておられるとは。歌や蹴鞠の話ばかり耳にしていたか。さもあらん、茶の湯の中心は髪型であるからな。だがかの山科卿が駿府に到来された折にも、世の茶室でもてなしたものよ。おお、閣下と茶を。長吉様のもとで公家との折衝を任されていた頃にはたびたび顔を合わせましたが、とんと茶を飲み交わす機会はございませんでした。惜しいことをしたものです。うん、そういえばそちに見せようと思うてな。余も駿府から茶入れを持参した。尾張で焼かせた品よ。唐物をありがたがる者も多いが、世は平蜘蛛のような和物にこそ趣があると思うておる。ほう、それはそれは。いやはや吉本殿の目利きにはこの久秀感服つかまつりましたぞ。あら、おじさま、わざわざお越しになるなんてどうかなさいまして。うん、戦に出る前にそちの顔を見ておこうと思うてな。まあ嬉しいですが、私よりもお方様に会いに行かれた方がよろしいんじゃなくて。私もすでに嫁いだ身、おじ様と話すよりも家康の戦支度を手伝う方が大事なんですから。なんと、この吉本よりも家康の方が大事とな。縁組など我ながら早まったことをしたものよ。何を置いてもおじさまおじさまと慕ってくれた。あの頃の瀬名はもうどこにもおらぬのか。おじさまったら。わかりました。何を置いてもおじさまが大事。何でもお申し付けになって。うん、それでよい。そちが退屈せぬよう留守中の仕事をたんと用意しておくゆえな。しっかりこなすがよいぞ。